コスパ最高、どこのスーパーでも手軽に買える、食べたことをなかったことにできる、マイナス10キロ綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回は甘いものを食べてしまった時にこれを飲むだけでなかったことにできる最強の毒出し飲み物について解説していきます。簡単に作れるレシピもご紹介しますのでお楽しみに。痩せたいなら甘いものは我慢するしかない、でもやっぱり食べたい、私はなんて意志が弱いんだろう、そんな気持ちになることはありませんか？私も甘いもの大好きですし食べますよ。そんな時に私が必ず甘いものとセットで飲んでいるダイエット効果が倍増する魔法の毒出し飲み物があるんです。どこのご家庭にもあるもので、スーパーなどでも手軽に買える飲み物です。ぜひ最後まで見て実践してみてくださいね。今回の動画ではまず甘いもの別にダイエット効果が倍増する毒出し飲み物について3つ解説していきます。その次に私が一番おすすめする毒出し飲み物もご紹介していきます。この動画を最後まで見ていただくと毒出しの重要性が分かるだけではなく、簡単に甘いものと合わせて飲むだけでダイエット効果を高めることができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速毒出し飲み物1つ目、ケーキの毒出し飲み物、それはルイボスティーです。ダイエットの大敵とも言われる洋菓子の中でも特にケーキはバターや牛乳などの乳製品、砂糖や小麦をたっぷりと使っているためどうしても脂質の取りすぎになります。とはいえ頑張った自分へのご褒美に今日くらいは食べたいなんて時もありますよね。私もあります。そこで大活躍するのがルイボスティー。ノンカフェインだけど紅茶のような味わいでケーキの味との相性もいいですし、一緒に飲むことでルイボスティに含まれる SOD という酵素が体内の毒素の排出を促しデトックス力がアップします。またケーキに使われる白砂糖はとても体を冷やします。すると血流が悪くなりますます脂肪を溜め込んでいくんですが、ルイボスティにはルチンというポリフェノールが含まれていて、これが血行を促進し代謝がアップするので脂肪燃焼効果もアップします。さらに白砂糖は体内で分解される過程でミネラルやビタミンを大量に消費します。そのため自律神経やホルモンのバランスを崩すことになりやすく多くの不調が起きるんですが、便秘解消したい方はマグネシウム、むくみを解消したい方はカリウム、骨粗鬆症でお悩みの方はカルシウムなどたくさんのミネラルがルイボスティーで摂取できますので、そんな方にはぴったりの飲み物です。このようにルイボスティーは体内の毒出しはもちろんミネラルも脂肪燃焼効果もあり、ケーキの油を流しやすくしてくれます。例えば女子会などカフェでお茶するときにいつも注文していたコーヒーをルイボスティーにしてケーキと一緒に飲むと丸、その時はホットがおすすめです。私も娘とカフェに行く時はケーキセットのドリンクはルイボスティーです。あなたもぜひセットで飲んでくださいね。次に2つ目、おまんじゅうの毒出し飲み物、それは昆布茶です。これなら和菓子と合いそうって思いませんか？実際とっても美味しいです。最後に簡単レシピもお伝えしますね。ダイエット中は洋菓子よりも和菓子が良いと言われますが、その理由はあんこの材料小豆のダイエット効果なんですね。確かに小豆は食物繊維が豊富で便秘解消、ポリフェノール効果でアンチエイジング、鉄分も含まれていますから貧血予防、サポニンの効果でコレステロール低下、ビタミン B1 も多く含まれていて冷え性を改善、カリウムが高血圧を予防などなど素晴らしい食材なんですが、問題はあんこに含まれる大量の白砂糖です。以前手作り和菓子教室に行った時、こんな小さなおまんじゅうのあんこにこんなに入ってるのと思うくらい材料に入れるお砂糖の量に驚愕した経験があるんですけど、それぐらい糖質量が半端なく多いのが和菓子です。これが脂肪を溜め込む原因になるんです。そこで昆布茶の出番です。昆布茶を一緒に飲むことで昆布の旨味成分であるグルタミン酸が胃腸の働きを促しデトックスに役立ちます。さらにフコイダンという水溶性食物繊維が発酵して腸内細菌を増やし腸の働きを整えたり、体内のコレステロールを排出してデトックスしてくれます。また血糖値の急上昇を抑える作用があり、インスリンの過剰分泌による脂肪の蓄積を抑えてくれます。また昆布のぬめり成分アルギン酸やフコキサンチンにはコレステロールの吸収を抑えるだけでなく、血中のコレステロールの増加も抑えてくれます。さらに脂肪の燃焼を促進する作用もあるんです。さらに基礎代謝をアップする成分、ヨウ素
素によって効率よくエネルギーが消費され痩せやすくなるんです。ここまで大丈夫ですか？こんな素晴らしいデトックス、ダイエット効果の高い昆布茶、今すぐ飲みたくなりますよね。そこでおすすめの自家製の昆布茶の作り方をお伝えしますね。材料です。だし用昆布や切り昆布などの市販の乾燥昆布を 50g。 作り方は1、ミキサーなどで乾燥昆布を細かい粉状にする。2、小さじ1杯をコップに入れてお湯を1カップ注いでかき混ぜるだけで完成です。保存する場合は蓋付きの密閉容器にしましょう。直射日光の当たらない場所で常温保存で1ヶ月くらいで使い切るのがおすすめです。自宅に昆布とミキサーがあればすぐにできます。コストもほとんどかからない昆布茶、早速今日から始めてみてくださいね。ただミキサーがない、作る時間がない方は、昆布をそのまま粉末にしたこのような市販の昆布パウダー、昆布の粉で塩分のない無添加のものを購入しても丸です。これをお茶にして温めて飲むことで代謝がアップします。一杯の温かい昆布茶にお好みで生姜や山椒などを適量入れるとより効果的でおすすめです。お饅頭の甘みと昆布茶の旨味がマッチして日本人でよかったと私は感じるんですけど、あなたも和菓子と昆布茶でほっこりとリラックスしてくださいね。こんな時間も大切です。そして3つ目、アイスクリームの毒出し飲み物、それは生姜紅茶です。アイスクリームは動物性脂肪の乳製品、砂糖といった脂質、糖質、カロリーともに高い3拍子揃った脂肪を溜め込む甘いものです。いやいや、そんなの分かってるけど、食後やお風呂上がりなどに食べたくなる時ってありませんか？私もありますよ。なのでそんな時は私は無添加のアイスクリームを選ぶようにしています。例えばハーゲンダッツだったらリッチミル、ストロベリー、抹茶などは添加物なしでおすすめです。とはいえアイスクリームの動物性脂肪は私たちの体の中で消化されにくく老廃物が発生します。それが毒素となって体に溜まると様々な体調不良を引き起こします。またアイスクリームは体を冷やすので内臓の働きが悪くなり、ますます老廃物を溜め込んで太っていきます。そこでアイスクリームを食べるときは動物性脂肪を燃焼してくれて冷えた体を温めてくれる生姜紅茶がおすすめです。生姜紅茶は紅茶に生姜を入れただけの簡単な飲み物ですが、生姜の体を温める作用のある辛味成分ジンゲロール、生姜オールには体の新陳代謝を活発にし血行を良くする働きがあるので冷えの改善、また脂肪燃焼や発汗作用、代謝を促進してくれます。そして紅茶にも脂肪の吸収を抑えたり代謝促進や脂肪燃焼の効果があるので生姜紅茶は最強の組み合わせなんです。また生姜と紅茶にはそれぞれ利尿効果もあるので余分な水分や老廃物の排泄を促すこともできます。そして大切なのは生姜を加熱することです。生の生姜の成分ジンゲロールを加熱することで生姜オールジンゲロンに変化させると発汗、体温上昇、脂肪燃焼などの効率がアップします。なので熱い紅茶に生姜を入れて飲んでくださいね。そこで生姜紅茶のレシピをご紹介します。材料です。紅茶ティーパック1個、生姜のすりおろし約 10g、お湯 200ml、 ティーカップに熱い紅茶とすりおろした生姜を入れてアイスクリームと一緒に熱いうちに飲みましょう。以上3つ、甘いもの別にダイエット効果が倍増する毒出し飲み物についてご紹介しました。そして最後に体に溜まった毒素を出す私の一押しの毒出し飲み物というのがリンゴ酢白湯なんですね。なぜかというと甘いものを食べると私たちの体液が酸性に傾きます。そのままだと内臓が本来の働きができなくなり結果代謝が落ちて太ります。なので一刻も早く元々の弱アルカリ性に戻してあげると内臓の働きが活発になり痩せ体質に戻してあげられるんですが、そこで大活躍するのがこのリンゴ酢白湯なんです。リンゴ酢白湯の詳しいデトックス、ダイエット効果に関しては別動画でたくさんご紹介していますので詳しくはこちらをご覧くださいね。今回は基本のリンゴ酢白湯の具体的な作り方とそして飲むタイミングについてご紹介します。リンゴ酢白湯のレシピ材料です。純リンゴ酢大さじ1、お湯 300ml、 カップにお湯と純リンゴ酢を入れてよく混ぜ甘いものと一緒に熱いうちに飲みましょう。このように甘いものも飲み物との組み合わせを工夫するだけでダイエット中でも食べることができます。甘いものがやめられないと困っている方は美味しく楽しくダイエットができるように相性の良い飲み物を合わせていきましょう。お伝えした毒出し飲み物を1つからでも OK、 今すぐ始めてみてくださいね。ここであなたに
に今回の動画で一番大事なメッセージをお伝えします。あなたのダイエットの目的って何ですか？私たち女性だったらただ痩せればいいわけではないですよね。痩せても肌や髪のツヤがなくかえって老けて見られるようになったなんて絶対嫌ですよね。大切なのは痩せてどんななりたい理想の姿を手に入れたいのかにフォーカスすることです。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されてなりたい理想の姿を手に入れたキラキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとっても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回のまとめです。甘いもの別にダイエット効果が倍増する毒出し飲み物は、1ケーキにはルイボスティー、2お饅頭には昆布茶、3アイスクリームには生姜紅茶、万能毒出し飲み物はリンゴ白湯でした。ということで今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお届けしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。